皆さんこんばんは。エイジングサポートの利休こと小川です。感動を共有する介護のプラットフォーム、ずっと詰めてきた介護のプラットフォームがやっとシステムが開発が目処が立ちました。4月にオープンするっていう話なんですが、今稼働実験をしているところです。いろいろ議論している中で、私もまだ使い方を十分把握してないので、自分でいじってみて情報を入れながらですね、それを理解してまた皆さんに何度も何度も説明をしていく、そういうプロセスを経て世の中に送っていこうというふうに思っています。ですが、今日まだどういう仕組みなのかっていうところを詳しくお話しする部分についてまだ不十分ですが、こういうふうに皆さんにお話をする中でですね、いろんなことに気がつきます。私自身も今日も友人が施設を訪ねてくれたんですが、議論する中でそれを気がつくことがあって、なるほど、そういう見方もあるし、そういう効果もある、あるいは少しこういうふうにいずれはしていきたいなということも感じながらですね、今日のライブを迎えた次第です。システムは一度世の中に登場させる段取りはできたけど、まだまだ変化があり得る。ちょっと資料を見ながらご説明をしていきます。感動を共有する介護のプラットフォーム、プラットフォームってなんだ、感動を共有するってどういうことなのっていうところを疑問に思う方もいらっしゃると思うんですが、その辺を一つ一つ整理をしながら、どこにこのプラットフォームは向かおうとしているかっていう行く道、ないしは目標ですよね。そのための方法論というのを少しご説明をしていきたいというふうに思います。私のちょっと自己紹介なんですが、介護の仕事は32年、現在の住宅メーカーである長谷工コーポレーションで住宅のマーケティング販売を経て、ユーロ老人ホームに着手をしていく。私にとって老人ホームっていうのはユーロ老人ホームから始まりましたが、高齢者向けのマンションという切り口で始まったので、私のコンセプトは未だに介護施設、特別養護老人も含めてですね、これは高齢者の住まいでや介護が必要になった方々が暮らしやすい生活の場を提供するんだという、そういうコンセプトで老人ホームを提供させていただいてまいりました。社会福祉法人の法人本部長、特別養護老人ホームの施設を経て、介護系コンサルタントとして介護経営、施設整備、たくさん施設を作って供給していく時代はもう日本の場合は終わっていますよね。今はどちらかというと、たくさん作られた施設の経営を高めていく、あるいは職員さんの研修を深めていく、その中で社会のニーズにしっかり合わせていく、そういったお手伝いをさせていただいております。それを少しオンライン化していくということですね。と、介護保険の制度の中で動いている介護だけではなかなか不十分な時代が来ただろうということを実感しながら、介護ビジネスと介護保険の制度的なビジネスをつなげていくということですね。そのために科学的なエビデンスも必要だろうということです。これが東北大学スマートエイジングカレッジの学校の運営をさせていただいた経験をもとにですね、科学的なエビデンスをいかに生活の場、あるいは介護現場の中で結果を出していくか、事実に変えていくか、事例検討という、そういったものに形にしていって社会実装が されるだろうというふうに見ているのが私の介護の視点での見方になります。一方、一般社団法人日本ウェルエイジング協会というのがございます。これが1981年正式な活動をしていきました。それを引き受けて私が6代目の会長を今務めています。でメインでやっているのが高齢者の疑似体験プログラムの提供ということですよね。これは商標登録を取らせていただいて、インスタントシニアというプログラムを地域の社会福祉協議会さん、あるいは大学、それから企業のシニアビジネスに参入をしたい、あるいは商品をお届けしたいという企業さんに、高齢者の疑似体験プログラムを提供している法人の代表を務めております。で、私が2019年から会長を務めてから、そこに認知症体験、人生の終え方、看取り体験を付け加えながら新しいプログラムとして提供しています。さらに、一昨年、介護経営コンサルタントの業務の一環として、どうしても人手不足というものを解決していかなくちゃいけないということで、具体策として、東南アジアの国々から外国人介護人材を日本の介護施設に紹介をする、そういう登録支援機関、有料職業紹介の認可を株式会社グローエイジングで取得をして、株式会社エイジングサポートの経営コンサルタント連携をさせながら、日本の介護を支える、超高齢社会を支える仕組みを運用しているということです。その様々な活動の中で、いろんな活動を一つ このウェブ上にプラットフォームとして集約をする、そこからまたそれぞれの活動に広げていくというためにプラットフォームという言い方をしていますが、それを今やっと準備ができたというふうなところです。主催者はですね、
一般社団法人日本ウェルエジン協会、そのサイトを運営していくというところにつきましては、株式会社エイジングサポート、エイジングと介護のプラットフォームというテーマで、名称はウェルエイジングアカデミーという形がこのプラットフォームの名称に決定をしました。私がエイジングサポートアカデミーというのは介護のプロの教育ということでやっているので、ちょっと混乱するかもしれませんが、ウェルエイジングアカデミーはプラットフォーム、一般社団法人日本ウェルエイジング協会が主催をしますが、介護の教育そのものはエイジングサポートが直接エイジングサポートアカデミーとして提供するというふうにして、連携しながらも使い分けていきたいというふうに思っています。中で介護の健康系を評価する、じゃあどういうふうに評価をしたらいいんだ、あるいはここで簡単に言うとですね、ビジネスパーソンと介護事業者がこのプラットフォームで情報交換し合う。で、介護事業者の方々は感動をここにアップしていただく。それから企業の皆さんは自分たちの商品、サービス、あるいは教育をここに提供していただいて、情報と合わせてそれぞれの商品を交換し合う、利用していただく、そういう仕組み作りなんですけどね。その中でこのプラットフォームが介護を評価する仕組みをいずれは作っていきたいな。この評価基準はですね、感動というものにフォーカスをしています。感動を作り出したか、その感動で人の心が動いたか、社会を整えたか、そういった基準をしっかり作り込んで、その感動を支援するための商品、サービス、教育っていうものを企業の介護ビジネスパーソンの皆さんから介護事業者、あるいは高齢者、ご家族に提供していただく、それを一堂に集めたプラットフォームというふうにご理解をいただければというふうに思います。ですから切り口は感動秘話を集めて共有する、感動する介護、Be Moved by 介護、介護というのは人の心を動かす、あるいは価値観を変えるというようなテーマで、このプラットフォームの目的、あるいは考え方を整理をしているというところですね。繰り返しになりますけどね、感動する介護経営というテーマで経営コンサルもしてるんですね。感動を起こすために笑顔になりましょう。笑顔を引き出すために、ただ目的を共有しましょう。あるいは接遇研修を受けましょう。それがですね、ご利用者さん、高齢者の方々に届いて、笑顔あふれる生活の場が生まれて、結果として人件費がそこそこ落ち着いて、経営の収支差が安定して、経営が安定していくというような、そういうプログラム、そういう道を示していきたい。あるいはそういうシステムを作っていきたいということを考えています。理想のように見えますが、実際私が特別養護老人ホームの支店長として自分で結果が出せたという、そういう実績に基づいて、私のやってきたことをちゃんとシステムにして、かつこういうプラットフォームに表現をして、多くの方々ともう一度それを整理をして、高めて、すべての施設がそれを実践していける、まあ、そういうプラットフォームにしていきたいというふうに考えているというところですね。さあ、コンセプト。このウェルエイジング、私は使い古しているので、言ってるんですが、多くの方は初めて聞く言葉だと思うんですね。ウェルエイジング。歳を重ねる。これエイジングですね。ウェルというのは、いいねっていう、まあ、そういう意味ですよね。造語になります。これが日本ウェルエイジング協会が創設40年、この思想を持って、日本に限らず世界と一緒に活動してきた時の思想なんですね。その思想、哲学を私が今会長として引き継いで、この時代に合わせた形で作り直している。長生きの時代をよりよく生き切る。ウェルエイジング学の普及と実践というものが、先代の創設者である吉田澄夫ドクターから引き継いだ精神。40年間ある。人生100年時代を迎えたウェルエイジング。この精神、あるいは言葉とですね、考え方をより今の時代の中に合わせて実装させて、皆さんの力を借りて、いい超高齢社会を作っていきたい。というような趣旨でございます。ウェルエイジング学、くどいかもしれませんが、システムだとかという話をしていますが、ここに集まっていただく方々には、しっかりとしたコンセプトの共有をしていきたいというふうに思います。様々な考え方が介護の中にあるんですけど、目的、あるいは考え方はできるだけ共有をしていきたいということですよね。同じようだけど、実は考え方が違うということになってくると、少し活動がうまく進まないだろうというのも経験してきましたので、施設でいうと理念、あるいはその年、あるいは中長期計画というものが定まって、それを共有して組織が動く、あるいは社会が適合していって協力をしていただけるというような、そういうイメージでウェルエイジング学、この考え方をですね、ベースにして活動、このプラットフォームを運営をしていきたい。もう少し具体的に言ってほしいというふうになると、表現はまだまだ変わるかもしれませんが、
施設の皆さんには感動する介護で、この活動は外国人介護人材の皆さんの関係も含めてですが、東南アジアの国々から若い介護人材を受け入れる、そういうプラットフォームの利用もあるんですが、健康寿命あるいは平均寿命を10年延ばしませんかっていうちょっと提案をさせていただいてるんです。大体ですね、健康寿命が、まあ、日本は75中盤くらいですかね、あるいは平均寿命はお分かりのように85、男性で84くらい、女性で88くらい。東南アジアの国々はそこから10年から15年短い。であれば寿命を10年延ばしましょうというような提案をさせていただいているのが海外向けです。ビジネスパーソン向けというのは、介護保険でくくられている日本の介護ビジネス、介護事業をですね、そろそろニーズも多様化していく、介護保険、介護報酬の財源不足が指摘される中で、要介護度1、2を介護給付から外すとかですね、自己負担額が少し増える、あるいはケアプランの自己負担化ということが議論されて、一部そこが変化しているというようなものがある中で、やっぱ介護保険には財源的に見てもサービスが増える、サービスが必要な人が増えることで財源不足が起きるわけですよね。ただもっといいサービスを提供してほしい、もっといいサービスを提供したいという中でも、実は報酬も変わらないということが、いい意味で平等なんですが、逆に言えば質が上がらない原因になっているかもしれないということを考えますと、ビジネスを少し参入の糸口を広げてですね、ビジネスパーソンの方々と一緒になって戦略を組んで選択肢を増やしていけたらいいのかなというふうに思っています。ですから漢字の介護をローマ字の介護に置き換えて、介護戦略立案、企業の皆さんと売り上げを向上させる、そういう戦略考え方、ディスカッションをこの中に入れていきたいというふうに思いますが、プラットフォームという言い方、私は大好きなんですね。ただ馴染まない人たちにちょっと改めて説明をしておかないといけないんですが、プラットフォームとは少し目立つ場所って言いますかね、高台とかですね、人が集まる場所、駅なんかで言うと、お料理する場所みたいなことで言われています。IT 分野でよく使われるのは、パソコンとかですね、そういった応援機器を動かす基盤とか動作環境のことですよね。これを少し応用していくと、介護のプラットフォームって何だとか、どこにあるんだという部分が見ていくと、介護保険の中にあるのかもしれませんけど、もう少し分かりやすく動作だとか、そういったものを分かりやすく一箇所に集めてみたいというふうに思った次第です。ですから、プラットフォームという言い方をさせていただいています。プラットフォームの中に、さらにプラットフォーム戦略っていうのがあります。ものを提供する仕組みが変わってきたというような言い方で、GAFA、Google、Apple、Facebook、Amazon のビジネスのスタイル、あるいは動かし方に多くは学んでいます。それを私は介護に応用したら何が同じで何が違うんだろうというふうに考えています。これはまだ検討途中のような気がしますけど、一番下に書いてある B2C とか B2B、ビジネスからビジネスへ、ビジネスからカスタマーである高齢者へというような形ですけど、GAFA の取ってきた世界はですね、サービスを提供するビジネス側、事業者側がちゃんと仲間を集ってお客さん、カスタマーに商品サービスを届ける仕組みの変形だというふうに思う。企業が集まる、介護事業者もエンドユーザーじゃないわけですよね。教育や物とかサービスを提供する企業がいても、エンドユーザー、最終顧客は高齢者の皆さんわけですよ。そこにサービス、物を提供してチームを作って高齢者の方々の生活を整えるという意味で、 B2B、B2B2C という1対多ですよね。これを提供している GAFA に学びながら、介護の中でこのプラットフォームで B2B2C というものを実現するということも目標にしています。さらにちょっと表現変えますとね、2の企業組織とアライアンスを結ぶということになります。顧客に価値を提供するための共通の土台、これがプラットフォームです。形としてのそういう経営基盤、経営戦略を共有するという意味で、プラットフォームというものを表現をさせていただいているという形ですね。複数の企業、あるいは施設が持っているサービスを直接提供するノウハウ、あるいはそこに教育、商品を提供する企業、一緒になっているようでなっていないというのは非常に強烈に感じるわけですよね。多くの企業の皆さんはこう言います。介護施設にコネクトがありません。動線がありませんという言い方をし、介護施設で働いている人たちにとっても、企業の人たちと
日本語は通じますけど、なかなか伝わらないので、通訳が必要な場合があるわけですよね。まあ、そのくらいかけ離れている感覚の中で、超高齢社会が動いているとしたら、やっぱりそこは問題が生じやすい、誤解が生まれやすいというふうに思います。実際、最近ビジネスの方々、ビジネスパーソンとお話をしたり、あるいは親の介護でご家族と打ち合わせをしたりすると、変化はしていますけど、介護のことがこれだけ理解されていないかっていうふうに改めてちょっとショックを受けるくらいですね。我々は何を提供してきたんだろうというふうに思うくらい、実は介護の革新といいますか、介護に必要な基礎情報が実はユーザーの方々、ビジネスパーソンの方々に伝わっていないということを痛感する日々であります。プラットフォームの中で情報を共有する言葉を定義付けをする、定義付け、介護とは人の心を動かすことであるとかですね、そういう定義付けでもう一度方向性を一緒にしていかないといけないかなというふうに思います。介護保険、あるいは老人福祉法、介護保険法の中に謳われている言葉はですね、やっぱ腑に落ちない言葉が多いわけですよ。法律用語です。それとこのプラットフォームのもう少し具体的な話になってくると、これ私が非常に重要視しているのが、このデジタル化、あるいはオンライン化というところです。ICT とか IT だとか AI とか、いろんな言い方が存在していると思いますが、情報価値に変えたり、届け方の仕組みを変えたり、あるいはそのために発想を変える、スキルを変えるための組織を変える、すなわちやり方だとか考え方の規制概念も変えると言いますか、そこからはみ出していかないといけないだろうというふうに思っているわけですよね。今日のこのライブも一つです。このライブがどこまで認知されているかですけど、介護施設側がライブを提供してご家族に説明会を開いたり職員教育をしているっていうのはあまり聞いたことないですね。個別にはやっていらっしゃるし、最近は私も始めた TikTok の中に介護事業者の情報がたくさん投稿されるようになっていますが、まだまだ多くの人に広まっている手段としてはまだ発展途上、オンザウェイという感じを感じている次第。介護のプラットフォームを整理しますね。まずは高齢者、介護事業者、ビジネスパーソン、それぞれ様々ですが、これが一堂に集まる情報を共有する場、つながる場であるということが一つの定義です。規制概念、今までのやり方から少しはみ出してみよう。はみ出し介護の基盤作りという言い方をここでさせていただいていますが、そんな形で表現を整理をさせていただいています。それは何のためにやるのか。これは長生きの時代をよりよく生き切るために、ウェルエイジングという新しい目標を持ってですね、心地よい社会を作っていくということを目指していきたいというのが私の提案になっています。これからの介護、まずは経営力、誰でもできるよねということじゃなくて、しっかりとした経営マネージメントを持っていく、マネージメント力、それは介護保険だけではなかなか選択肢が少ないので、介護保険プラス介護ビジネスというところを少し選択肢を増やしていきたいというふうに思っているところです。ですから、ビジネスっていうのは金儲けというふうに捉えられがちですけど、これもちょっと定義付けをしていかなくちゃいけないので、介護におけるビジネスとは、顧客イコール高齢者、あるいは介護を必要としている高齢者の方々の価値を創造するというふうに整理をさせていただいております。顧客とはというのは、リピートするお客様、使い続けるお客様、今日来たら明日来ないじゃなくて、ずっと使い続けますよね。老人ホームであればそこに住み続ける。デイサービスだったら来週も来るというような方々に対して顧客である。介護保険としてお金がかかって浪費をする人たちという見方をずっとしてきましたけど、そうじゃなくて、浪費じゃなくて消費をする。社会経済の中にしっかり消費者として顧客として参画をする高齢者の皆さんに価値提供する介護事業、あるいは介護ビジネスで、というふうに考え方を整理をして、介護、そのためにちょっとイメージを変えたいので、介護というのを音は残すけど漢字じゃなくてローマ字にしてみて、あとそれをビジネスに向けていくというようなことで表現力を変えています。これね、実は今日もですね、私の事務所に来てくれた人とずっと話をしていました。このプラットフォームの意見交換をしながら社会の動きを見ていたんですけど、このプラットフォームってこういう人がいいんじゃないの、あるいはこういう役割もあるんじゃないかということですよね。日本の社会が、あるいは世界が高齢化していく、東南アジアの若い国々もシニアビジネス、高齢化する社会、高齢化する世界の中で、そこに当然顧客の数が増える、提供する商品の数、あるいはメニュー質が変わっていく、変わっていく中でどうしてもそれをもう一遍検討するということが起きてくるって、ということはですね、我々は何を見ていかなくちゃいけないかというと、ビジネスの人たちの視点から見るとですね、新しい顧客、新しくないんですけど増えていく
顧客イコール高齢者の方々に商品を開発したいというふうに思うのがビジネスの世界だと思うんですね。例えば私が32年前に高齢者向けのマンションを作りなさい、これが会社の命題でした。でもその選択肢は有料老人ホームしかなかった時代、今だったらいくつもあるわけですよね。住まい方も高齢者住宅もできたし、バリアフリーのマンション住宅も増えてくる。有料老人ホームだけが高齢期の住まいじゃない、あるいは介護が必要な人たちの施設じゃないというのはメニューが増えましたね。それはもっともっと増えていくんだと思います。商品を開発したい方、開発する能力がある企業の皆さん、あるいはそういうビジネスベンチャーの方々がたくさんいらっしゃると思うんですが、ただ戦略が組めない、高齢者のニーズがわからない、分かってるつもりだけど実はミスマッチが起きているかもしれないということですよね。それを経て商品サービスを開発した、ただし多くの今ビジネスパーソンが行って私のところに相談が来るようにですね、コネクトがない、販売戦略がない、販路がないっていう方が非常に多いわけですよね。そうすると何が起きるかっていうと、物の供給に制限がかかるので、いい商品が生まれない。生まれたとしても適正な施設に適正な商品が入らないとしたら、実は販売コストが高くついて、単価が上がるわけですよね。施設側は、じゃあ果たしてどうかって言ったときに、いい商品を見つける術がない。あれ使ってみていいかどうかなかなか判別がつかないっていうことがどうしても起きてしまいます。私が老人ホームの施政長時代に見学の方がたくさんお見えになりました。例えば車椅子だとかおむつだとか、この施設ではどういう車椅子を使っていますか、あるいはどこの会社のどういうおむつを使っていますか。私は結果を出していました。経営が良かった、評判も良かった。であればこの施設で使っている介護用品はいいはずだっていうふうに思うわけですよね。この施設で使っている車椅子はどこで買えますかということが起きて、その会社を紹介するとそこでおかげさまで車椅子が20台売れました、あるいはおむつがですね、おむつの問い合わせがいくつか入りましたってことが頻繁に起きたわけですよね。施設側もいい商品がどこにあって、どういうふうに使っていったら、もっともっと介護、あるいはサービス、自分たちの介護サービスが良くなるっていうことを意外と知る機会が少ないわけですよね。そういった意味でもですね、このシニアビジネス、高齢化が進む中で、介護ビジネス自体がベンチャーになる。というふうに私は非常に最近強く感じているわけです。で、もう一つ、その中でもですね、アクティブシニア、どういう意味かわかりますかね。高齢者は全員要介護状態であるということではないということですよね。まだまだ元気高齢者の方が多い。特に70代くらいはまだまだ要介護発生率は低いわけです。ただし、リタイア、会社の定年を迎えて、社会に出て仕事がなくて役割を失って、比較的要介護状態になりやすい状態になっている方が多いというふうにも言われています。この議論がめちゃくちゃ増えてるんですね。アクティブシニア、あるいは高齢者の仕事を作っていこうということが、実はたくさんあちこちで聞かれるようになりました。実はですね、先週、大手新聞会社の取材を受けました。テーマは、アクティブシニアというテーマでした。小川さん、高齢期の方々に介護の立場から、介護業界、介護の中でどういう仕事がありますか？あるいは介護そのもの、食事介助、排泄介助、お風呂介助、介護職の仕事、これはまさしくそうですよね。それ以外にどんな仕事がありますかっていう、そういうインタビューでしたね。もちろん、介護士としての仕事もあるし、車の運転をする、あるいは意外と不慣れなデジタル化の支援をする、あるいは外人が入ってきたら外人に日本の文化を教える、あるいは日本語を教える。その人たちが違うビジネスを目指したときに自分が得意なビジネスを教える、あるいは語る。という意味で見ていくとですね、なぜば探すだけですね、経験が長い、深い高齢期の方々の役割が生まれてきて、それ自体がビジネスにつながるだろうというふうに私は考えているところで、もう一つ、単にですね、定年後のリタイアメントの仕事っていうことじゃなくて、もうちょっと長いスパンで、60歳、65歳で定年して、どっかに再就職をするっていう、そういう意味じゃなくてですね、余震波80を超えても、社会の役割、社会に役立つ仕事があるだろうという、そういう意味ですよね。もう一つフォーカスをしているのが、この子育てママ、介護現場は若い介護士の方々が多い、そういった方々に頑張っていただきたいというふうに思うわけですよね。ただし、少子高齢化、例えば20代、30代の女性が結婚すると妊娠をする。で、妊娠をした瞬間に夜勤ができなくなる。できなくなるっていうか、させちゃいけないわけですよね。シフトから外れていく。そこから出産が始まって、育児休業に入って、子育てが始まっていく。また現場に復帰をする。でも
4時に帰らなくちゃいけない。保育園に子供を迎えに行かなくちゃいけないというような制限が生まれてくるわけですよね。介護職として経験を積んでいた途中の段階で結婚、出産、育児、そこが始まって、僕はこう見てるんですけど、肉体的な労力、時間が取られるのは中学校までかなと思うんですね。14歳くらいまで子育てに追われる。となったら現場に戻ってきてね。10年、14年経ったら現場に、介護現場に戻ってきてね。そういった時に子供たちは中学校から高校へ進学する、あるいは大学に進学していくとお弁当を作ったり、あるいは一緒に遊んであげたりという親の役割から、お母さんたちに働き続けてもらうためにはですね、現場に来なくてもいい仕事というものを、このリモートワーク、先ほどのデジタル化の中で考えるオンラインリモートワーク、もう一つここでフォーカスをしていきたいのが生活力っていうことですよね。子育てをしながら身につけるのは生活力だと思うんですね。ここは無駄じゃないというふうに考えていったときに、ここは価値になるというふうに思うわけですよね。そんな形でアクティブシニア、これをプラットフォームのターゲットに付け加えるというか、意識的にターゲットにしていく。介護の子育てママもプラットフォームを利用できるようにしていく。そのためにオンライン、リモートワーク、生活というものをしっかりこの中に入れていくというふうに思っています。いよいよ4月稼働できるようにシステムを開発ができています。ただまだ弁当箱ができておかずが入ってない状態で、私もいろいろ意見を言いながらですね、システム開発の方々と一緒に作ってきましたが、実際自分で動かしてないので、使い方のイメージがまだ自分なりに身についていないので、今日はちょっとその辺が詳しくお伝えできません。概念だけです。例えば教育に特化しますと、今日聞いていただいている方もその一人ですが、介護教育を提供できる能力、あるいは提供したいというふうに思っている方がいる。介護の子育てママもご飯の作り方、お風呂の入り方というものをどんどん一主婦として身につけていくわけですよね。それが必要な介護現場がある、あるいはそういう生活をちゃんと提供してほしい人たちがいる。これをこのプラットフォームでつないでいこう、という仕組みを作っているわけですよね。介護の感動秘話を集めてサービスを提供する人、セミナースクールなどで教育を提供できる人、あるいは物を届けたい人という方々をここに一堂に集めていくというふうに思っているところです。感動秘話をベースにしていくって形なんですが、例えば私の方で皆さんが提供したい商品の推奨をしていくということで、まず私が選ぶ、何でもかんでもということじゃなくて、一定の条件をクリアしたものだけを私がこのプラットフォームにお招きをしたいサービス商品のセレクトをして、かつ推奨していく、レコメンドをしていくということですね。ここに集まっていただいた企業の方々の、先ほど申し上げたようなプラットフォーム戦略を組むための戦略会議への参加を促していきます。できればそこに介護事業者の皆さんと一緒にやっていきたいということですよね。もちろん介護施設の方々には感動秘話をお届けする仕組みをメインで作っていますが、商品を提供したい方々の感動秘話もここに入れることができるように仕組みを作りました。例えばこういうことです。自分の商品を買ってくれたユーザーの方、顧客の方から例えばコメントいただく、できればお客様自身の声が欲しいですけど、こういうふうに言っていただきましたみたいなものも感動秘話として投稿して、それをシェアしていければニーズが見えてくる、一種のマーケティングができるんじゃないかというふうに思っています。さらにその先に目指しているのは、このスタートアップ支援プロジェクトというのはどういう意味かというと、介護の仕事、介護の子育てママの仕事の先にあるのは、おそらくこれベンチャーだと思うんですね。これをちゃんと仕組み化していけば、日本の新しいビジネス、商品が生まれる。あるいはそれに対して、これから高齢化を迎えていくアジア、東アジア、中国、東南アジアの国々に、それがサービスとして提供される。これって私から言うと、明らかにニーズにマッチした新しいサービス、新しいビジネスとして、世間が言っているベンチャービジネスは、おそらく高齢社会から生まれる。あるいは子育てをしている介護ママの人たちの新しい努力から生まれていくんじゃないか。それは全て生活に根ざしている。これが介護業界における優位性の一つだろうというふうに私は考えているところですね。ベンチャーっていうと最先端の技術みたいなところだけがクローズアップして見えますけど、そうじゃなくてですね、生活に困っている人たち、あるいは高度経済成長期になかなかこの経済活動からそこに到達しきれなかった経済弱者の方々、こう言い方は適切じゃないと思うんですが、経済の中に中心にいなかった人たちが活躍するところに、生活というものを切り口にしたときに新しいベンチャー思想が生まれる、あるいはプラットフォーム戦略が生まれるだろうというふうに思っています。例えばこういうことです。2024年までに介護事業者のすべての施設に BCP 災害時にサービスを止めない、利用者さんを守る、もちろん職員も守る、かつ地域の拠点になる、災害拠点になるということが実は介護事業者の新しいミッション、新しいというかもともとミッションなんですね。それが義務化される、 BCP の義務化という言い方になっていますが、その中に必要なのは介護経営と災害
災害が起きた時にちゃんと自分たちのサービスを止めずに地域の災害も守る、これって介護事業者の特権でありミッションですよね。普段から日常時から非常時を支えるように地域をネットワークを組んで動いている介護事業者の人たちが災害時に災害を食い止める減災をするというその仕組みがこの中に入っていく入り方については専門家と一緒に議論しているところですが、やっぱり一番最初は計画を組む、それから学び合う、それを実践する、訓練をする、広める、これはまさしく私がプラットフォームで目指している形が災害の時にも活動できる実践できる場であるということです。それともうすでに始めていますが、はみ出した人たちとの勉強会、はみ出し介護の会っていうのを作っておりますのでやっています。それからこれもここ2回ほどセミナーをさせていただいて、また4月1日にハワイの方々と議論するんですが、海外居住日本人の高齢期を支える仕組みというものもこのオンラインだからこそできるわけですよね。一つは自分が高齢期日本に戻りたいというニーズで、自分は戻らないけど親が日本にいるんですよ、その親が80歳を超えてそろそろ介護が必要になってくるときに、どういうふうにして海外と日本でチームを作って編成をしていくか、まずはその心配事、悩みを聞いてほしい、どういう選択肢があるのか教えてほしいというニーズがたくさん寄せられています。もちろんハワイだけではありません。ヨーロッパ、アジア、すべての国々に日本人が頑張って暮らしていらっしゃる、高齢期を迎えた親が介護が必要な時期を迎えている人たちに、どういうふうにして我々は介護サービス、ないしは介護相談を提供していくかっていうのを、このプラットフォームの大きな柱にしていきたいというふうに思っているところです。先ほどからちょっと言っている子育て、介護子育てママサポート。例えば、子育て中、現場から一部離脱するわけですよね。その中でも、キャリアアップができる。介護の仕事から離れないということですね。じゃあ具体的になんだっていう話ですけど、介護職の女性の皆さん、妊娠したらここに来てください。子育てしながら学ぶことができますよ。なぜならば、ここにたくさんのセミナー、スクールのお店が開催されているということです。昨日も打ち合わせしましたけど、お絵描き動画を作る人がいる。ホームページを制作する人がいる。認証を教えてくれる人がいる。あるいは外国人に日本語を教えてくれる人がいる。いろんなところに学びの場が、子育てをしながら学ぶことができる。さらにですね、そこに出展している人たちのお手伝いができるかもしれないって考えてます。例えば、Zoom の受付、Zoom セミナーの受付をする、あるいは動画編集をする、あるいは連絡をする、あるいは自分も少し講師を務めるというようなことも含めてですね、子育てもしながら学んで、資格が取れて、仲間が増えて、キャリアをアップして、戦略会議にも出て、自ら起業家になって、新しい収入の源を作る、これを子育て中にできるかもしれないとしたら人生変わりますよね。かつ、海外の人たちが来る介護施設の中で、海外の情報も入ってくれば、おそらく10年後、15年後のフィールドは日本だけでなくなっている。自分が子育てを終えた時に、実はそのフィールドは東アジア、中国、東南アジアに広がっているとしたら、日本の高齢者、あるいは女性の方々の活躍するステージは日本だけじゃないということが、実はこのプラットフォームを通して生まれてくるだろうというふうに私は大きく期待をしています。実際よく見てください。これ東南アジアのインドネシアの女性たち、北海道、岩手県に配属になった方々が、実は私はこの物語って言い方をしています。日本の介護からアジアへ、日本の介護を循環していく中に、子育てのママ、あるいはアクティブシニアの方々の力を借りて、この物語をしっかり作り上げていって、新しいビジネスにつなげていくということを目指しているというふうに思っています。先ほど申し上げたように、東南アジアは人材供給をしてくれる国々ですが、10年寿命を伸ばしましょう。東アジア、中国、介護のノウハウが必要な国々に対しては、まずは認証ケア、日本がそうであったように、介護保険が認証ケアとともに再スタートしたようにですね、寿命が伸びていくと、介護の革新は身体介護から認証ケアに変わるということを我々は経験してきました。そういったことをしっかり外人介護人材を通してですね、新しいベンチャー的ビジネスに切り替えていけるだろうというふうに私は思っています。というために、このプラットフォームがですね、皆さんのご利用、あるいはビジネスにつながってほしいというふうに思って整理をしているところで、ざっくり見るとこんなイベントですよね。今日こういうセミナーがあります、こういうライブがあります、あるいはこういうベンチャー情報があります、あるいは介護子育てのママたちのイベントを組みましたみたいなことを、日々動きのあるサイトにしていって、感動秘話を入れていく
看取り、認知症、食べること、住環境、様々なシーンで感動秘話が生まれると思います。施設の情報も入れることができる。商品サービスも皆さんに登録していただければ、皆さんの商品サービスがたくさんここに組み込まれて、たくさんの人に届く、ここでいろんな取引がされるような仕組みです。これは裏画面なんですね。こういう風に投稿してください。出店者も感動秘話を投稿できるような、かつこれは動画を使って投稿できるようになります。それを私の方がチェックしながら管理をさせていただきながら、施設と介護事業者、介護事業者と介護ビジネスパーソン、あるいは介護ビジネスパーソン同士をつなげる役割をこのプラットフォームに仕組み的に入れて、動画、テキストなどで情報共有をしていくという仕組みというふうに理解をしていただければというふうに思います。まあ、この辺はあくまでも管理画面の裏サイトなんですが、こんな感じになって、今もうできたということですね。弁当箱ができた。その中にこうスクールを入れたり、商品を入れたり、チームになったりということをこれからやっていく。今私が作っているスクールをちょっとご紹介すると、認証のスクール、看取りのスクール、環境の力、食べる力のスクール、こういったものが入ってくるだろうというふうに思っています。これをより具体的に、これは私のスクールなので、私もこの中に入れていくんですが、施設養成スクールとかですね。オンラインのスクール、これは非常に重要視しています。私が提供できるオンラインスクール、SNS、Twitter、TikTok、インスタ、YouTube、Facebook、あるいはメルマガなどを駆使して自分のビジネス伝えたかったことを有効活用できるような、そういう教育と活用というのをこのプラットフォームの中でできる。まずは学び合いましょう。一緒につながって戦略を組みましょう。それを社会の実装につなげていくためにチームになっていきましょう。そういうなプラットフォームを目指しています。はい。介護戦略を組む。それがですね、今で言うベンチャーに育つような仕組みにつなげていければ面白いかなというふうに夢を広げているところです。プラットフォームのメンバーの方の特典はですね、もう一度整理をさせていただくと、シニアマーケットに参入したいけどなかなか障壁があって難しいよねと思っている人たちにとっては非常にいいプラットフォームになろうかと思います。サービス商品の掲載、運営者からのレコメンド、自社商品への感動秘話の投稿、ビジネス戦略会議の参加、ビジネスの個別相談、介護感動秘話発表会への参加、他のメンバーとの協業機会があります。介護、子育てママ、登録者への外注機会、スタートアップ支援プロジェクトへのエントリー、それと今、私一人でやってるようですけど、実は後ろで私を支えてくれる仲間がもうすでにいます。改めてですね、プリコアメンバーを募集していきたいというふうに思います。まだ弁当箱です。おかずが入っていません。おかずを入れる盛り付けだとか、味付けだとか、そういったものを一緒に作り上げていくメンバーを、まず私は募りたいというふうに思っています。もちろんその方々の商品も入れながらですね、本プラットフォームの運営協力、あるいは企画出し、あるいは一緒に考えてもらう、一緒にレコメンドしてもらう、からリンク事業のご担当をお願いしたい、海外の日本人を支える仕組みの担当になっていただくとか、あるいは BCP の何らかの役割を担っていただく、あるいは新しいものを提案して、もう一つ新しいベンチャービジネスが生まれるとしたら、それをご提案いただいて担当いただく、積極的に自分の自社ビジネスの拡大促進を図りたい方については、プリコアメンバーとして大歓迎です。ただ、私の方でしっかり個別相談、個別面談をさせていただいて、趣旨とやりたいことをしっかり教えてください。そのために、またこれから LP を作っていますが、まずは登録、問い合わせをいただければですね、私の方でできるだけ仲間と一緒に個別相談、あるいはスクールなどへにご案内をつなげていく。